シチュー作ってばあちゃん。三つ入れる？ジャガ。三つ入れて。三つも入れるの？ジャガバカ？ね。二個でいいんじゃない？うん。どこだっけ？炒める？炒めるんじゃない？うん。私が頭切った時あたり炒めよってちょうだい。うん。じゃあ炒めまーす。まだまだよかったけども肉はちょっと切る。ちょっと待ってます。これは先で洗うの。大きくがよかった。大きいがいい。だって一時使用しておいてもらうと。こうがよか。これが。それぐらいでいい。これ。これがよかった。大きくがよかった。塩こしょう。パッパッと。炒めてからしたっちゃよかった。もうなくなったこれ。オリーブの中。これだけ凍ってきたよ、新しく。新しいものになってる。鶏肉焼いていいんじゃないもうばあちゃん。ちょっと待ちます。このちょっと。それ何切り？知らない。残切りじゃない。わからない。わかりまちゃう。玉ねぎをしてからこれ入れたらいいかな。玉ねぎ。結構しませとったらよかったよ、肉は。こんなもんでましょ。こんなったら言うとかもしれない。おー、結構よし、火つけます。火つけてから、これ炒めるって。玉ねぎから入れる。玉ねぎからしてから肉まで炒める。ニンニクでも、これにピーとここにあるニンニクを混ぜておきます。これにこれをつけて、こう混ぜて。あ、鶏肉につけると。鶏肉に入れたくて。よいしょ。入れすぎ。混ぜて、よかよかよか混ぜて。あんまり緊張しないで鍋がつくる。はい。頭に連れてるか元気やと思う。顔しか見たことないけど、頭だけに頭連れてるなと。ここはちょっと炒めたら人参が入れて混ぜる。まあ、ちょっと炒めたらいい。手どうしたとばあちゃん。なんか当たったって言った。知らない全然。何があった何か当たるんですけど。俺メガネ入れちょうどよかった。これを入れようか。1、炒める。焦がさないように水。400よ。あ、おいおいおい。あ、多くない？よし。多くなくなまあ、いっか。材料が多かけ、まちっと入れたら、塩、お漬けが美味しかった。コンソメもちょっと入れたら、コンソメないでしょ。アクを取り、具材が柔らかくなるまで煮込みます。約20分。クレオバさんのクリームシチュー。肉今日食べて。みんな何でシチューは何で作りてる。子供で作る。入れしゃがすんで普通。何食べよっとばあちゃん。マルボーロ。アク取っとくね。あ、見てくよ。アク取ったらいい。アクだけ取るの難しいんだけど。これだけで十分だと。こう角からこういくの。こうして押さえるとキュッと入ってくる。こうしてちょっと水入れた方がいいと思うよ。スープが欲しい。スープは吸いたいでしょ。これみんな入れるの。あ、だけど一袋は半分ずつカレーしてくれるけど。3、ルーを入れ、火を止める。ルーを入れて溶かします。煮込む。とろみがつくまで牛乳125弱火、時々かき混ぜながら煮込みます。約5分。牛乳を入れ再び煮込みます。牛乳入れてます、ね、みんな入れなんだよ。こうやって言ったからね。1個入れてるよ。味が薄くなるのは嫌よな。こしことこれ1個入れて牛乳は入れて。よし、こっち鶏肉な。違う鶏肉だ。どう。まあまあ煮えちゃう方だよ。もう水がもうなった。アクを取ってルーで、まあ、たったこしか。昔はこやんとじゃなかったもん。こういう平らかったっけ。どうかもん。チョコレートみたいだね。うん、四つ入れたってあるやん。中に押し込んで火を止めてからルーを溶かさない。ちょっと入れに薄かったよ。薄いね。いいよ。一応しなかった。もう全部入れれば。入れればここに入れて。うん、あっち入れよ。牛乳も入れない。牛乳どうしようって書いてある。牛乳125。125。まだ入れようか。取っとく？いや、もう取っとってもしょうがないけん。もう入れよう、みんな。はい。はい、で、溶かします。はい、中に入れる。溶かす。入れる。はい。で、味にして薄かごであれば。で、弱火で煮込んで終わり。で、立つじゃん。ちょうどいい。おいしい？うん。
血圧上がるけど、使う方がいい。どうできた？まだやっぱ壊れるよ。ちょっとバーッとここら辺まで煮えてから止めたが気持ちよ。もう大体煮えとるけど。煮えとるか。味はいいよな、もう味付けとらんもん。ね。うん。じゃあレタスは入れる上を入れた。グリーンパン。もう具沢山じゃん。甘くなったら前歯が痛くなる。俺じゃがいも少なめ。うん、もう入れた。太陽か、ありがとう。はい、ありがとう。用事して。はいはい。グリーンパンのせいね。グリーン、グリーン、グリーン。鶏肉が美味しい。鶏肉？うん。味はいいな、生味付けたなんてね。うん。やばい。やばいど。うん、やばい。ね、うん、マッシュと乗せたらいっぱい乗せて食べる。新しいね、レタスをシチュー乗せて食べる。新しいのだ、これ。このレタス。あ、そっちね。カジは硬かれてみたら硬くなかったね。やばい。やばい。マジと人参入れてよかったね。やっぱ炒めたけ美味しかったよ。ニンニク入れて炒めたけね。やっぱニンニクだね。うん、ニンニク。